日本沖縄県宜野湾市、ま式正式は沖縄県宜野湾市の地名。一丁目から四丁目までと地ま式が存在する。宜野湾市の西南部に位置し、東南から北西にかけて細長く広がり、西は東、品海に面しており、大蛇名、大仙、内止まり、つけましたと隣接する。東南部は琉球石灰岩大地の断丘崖でその東部は、 現在アメリカ海兵隊普天間飛行場となっている、海抜約60から90メートルの大地である。この断球崖は、湧水が豊富で、森の川などの小水系を形成している。中央部は、海抜約30メートルのなだらかな断球面となっており、ここを南北に国道58号線が横断している。北西部は北に隣接する大船湿地につながる。 以前からの海岸定地に近年埋め立てられた土地が続いている。旧海岸線と埋め立て地の間に国道58号線ギノワ湾バイパスが開通している。沖縄コンベンションセンターやギノワ湾海浜公園を抱え、那覇市の大野山町と並んで沖縄県のイベントの中心地的な役割を担っている。その他にも技能湾警察署、技能湾私立麻式中学校、 沖縄県立義野湾高等学校など公共施設が集積し、義野湾市西部の中心と言える。また南東部のわずかを普天間飛行場の一部が占めている。新築の高層マンション等も多く、市外、県外出身者も多い。かつてはキャンプマーシーという米軍施設が存在していた。マシ基地内には、 1994年3月現在で24の高校遺跡が存在するが、そのうち海塚時代中期以前の遺跡を含むものが7箇所、海塚時代後期を含むものが10箇所ある。海塚時代前期から、中期の遺跡としては、天井石灰岩第一条に、集落史がある、正さ岡原第四遺跡、同じく石属製作史が発見された、正さ岡原第三遺跡、そして、 海岸低地に広がる多数の墓地が発見された、まさしきあざま第一遺跡である。あざま第一遺跡では44基の墓に埋葬された、ものと散乱したもの合わせて58体の人骨が出土した。松下隆之によると、出土した人骨の形態学的特徴は、ほぼ一様であり、頭蓋の男女差が小さいこと、花が高いこと、 顔が小さくて身長が特徴のいわゆる南東基層タイプであった。しかし一体だけ男性人骨の中に顔面の後径が高く身長も160センチメートルを超える人骨が発見され、松下はこれを土井ヶ浜型弥生人との根欠と考えている。服装品には、貝塚時代前期後半から中期に変年されるとき、石器、骨、牙、派生品のほか 海製品などが出土している。また、抜歯の施されている人骨も4体、確認されている。海塚時代後期前半の遺跡としては、正式あざま第一第2遺跡が、後期後半の遺跡には、正式岡原第一遺跡がある。森の川薄く時代の遺跡は7箇所確認されている。このうち東南の探求崖にある、 マヤーブドウケツ遺跡は現在でも聖地として信仰されているが、宇佐浜式土器や中国製の磁器が出土している。正式大河原第一遺跡からは、当の貨幣である海原通報が3枚出土している。海原通報はこの遺跡以外にも鹿児島県、徳之島の主モナ遺跡、手納町や国遺跡、石垣島の先枝赤崎遺跡などから出土している。 また台湾からも出土している。このように広範囲にわたって出土していることから、遣唐使がこの地に漂着してこの貨幣を伝えたとする通説に対して中国と南西諸島の直接交流によってももたらされたと考えるべきだとする説がある。また益木森川原遺跡からは14世紀頃の高床建物群が何度も建て替えられた跡が出土した。この遺跡が この地に森の川伝承の残る中山をサットの父奥間大親の屋敷であったと考える説がある。文献時代である古琉球の時代には正式に関する文献は残っていない。ギノワンマギリが浦添マギリより分立する以前の17世紀前半に成立した江津郷村町にはまし村の記載はなかった。1671年のギノワンマギリ分立の際の 記事にも、増城村の記載はないが、その時に新たに一村を建てたとあり、これが、増城村に当たると考えられている。大仙村からの分尊という説と、大蛇名村からの分尊とする説がある。大川村と呼ばれていたこともある。1879年の琉球処分以後も、しばらくの間行政的には、儀の番紛り増城村として存在していたが、 琉球王国の廃止と税制の変化、氏族の農村移住など沖縄の生活は大きく変動した。1880年の沖縄県統計外表では人口462人、1903年の沖縄県統計書では551人となっており、増式地区の人口増加率は19.3%で、全県のそれを大きく下回り人口流出の激しかったことを物語っている。 1908年沖縄県及び当所町村政志港によって儀の安村あざま式となる。地区の中心であるなだらかな大地上に国神街道が走り、大正期の1922年には沖縄県営鉄道カデナ線が開通、翌年に増しき駅が開設された。産業はサトウキビやタイモなどの農業が中心であった。1945年、 沖縄戦で米軍の侵攻を受け、地域は破壊、住民はすべて捕虜となった。住民は収容所に収容された。その後解放されたが、剣道異性が米陸軍病院の用地として接収されたため、当地の住民は大戦部落に移住した。この基地は41万平方メートルの広大なものであったが、1976年までに全面返還され、 その後区画整理されて、現在の宜野湾警察署、宜野湾高校などの公的施設地域やマンション街となっている。1980年代には海岸線の埋め立て工事が始まり、1987年に沖縄コンベンションセンターを含め、宜野湾海浜公園が完成した。1962年宜野湾市政施行に伴い、宜野湾市あざま式となり、 1990年1月22日、住居表示実施により一部を残して、宜野湾島式1丁目から4丁目となっている。琉球王国の聖師、九尾によると、なお、帝王地聖火の後期20年に、宜野湾紛りじゃな村のまさしきなる者が、浦添い紛り僕港村内で改殿したとして、交渉され、毎年に国ことの切り前を賜っている。 正しきの地名はこの人物に由来するとする説がある。ありがとうございます。